山寺です。今ですね、また今日も西成に来ております。今ですね、朝の10時前ですね。今からちょっと何軒か、行ってみたいと思います。では、大虎食堂に来てます。食べ物がすごい豊富になりますね。麻婆茄子いただきます。ピリ辛です。ピリ辛ですね。美味しいです。いただきます。美味しいですね。中がなんかしっとりして、美味しい。高野豆腐の卵とじですね。いただきます。だしが染み込んでめちゃめちゃうまい。お酒に合います。ブリの照り焼きですね。めちゃくちゃ美味しそうですよ。ブリの照り焼き美味しそうですね。僕もちょっと絶対美味しいですよ。いただきます。おいしい。おいしい。昔懐かしい卵焼きにプラスちょっとだしが加わったような感じで美味しいです。小松菜の炊いたやつですね。これいただきますね。小松菜いただきますね。おいしい、おいしい。これおいしいですよ。いやほんまに、うん、いや大丈夫です。朝ですからね、まだ。やっぱりね、食堂のおかずっていうのすごい美味しいですよね。酒が進みまくりますわ。ちょっとほんまに西成のね、大虎食堂、ぜひぜひ。美味しいですよ、うん。焼酎頼むとね、チロリに入ってくるんですよ。これを自分でね、入れて飲むんですよ。2杯目の焼酎、水割りですね。最高、うん。おでんの大根ですね。ちょっとこの厚切りのとこが結構いいですよね。この厚切り最高ですよ。ちょっとこう中まで染み込んでますよね、断面がね。これ絶対美味しいと思いますよ。染み込んでます。うまっ、うん、うまっ、うん、めっちゃ染み込んでます。だしが、これはうまい、うん。イカの天ぷらが来ましたね。これね、ちょっとこれも美味しそうです。イカ天いただきます。
そのままで食べてみますよ。イカ天いただきます。熱々でね、柔らかいイカ天で美味しいです。めちゃめちゃ熱々。三枚豚の塩焼き、めちゃめちゃ美味しそうですよ。これ皮付きの、まあ、三枚肉でしょうね、豚肉の。これうまいと思いますよ。いただきますね。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。うん、もう脂身がたまんないですねこれ。白い、うん、これはうまい。もうずっと酒が進みますです。大トラ食堂行ってきましたね。2人で3600円でした。結構散々食べてですね、焼酎2杯ずつ飲んだんですけども、3600円で収まりましたわ。安いですね。しかもあの手作りの魚が美味しかったです。ごちそうさまでした。惣菜、魚いただきませんね。惣菜が美味しかったです。ごちそうさま。